百合高原鉄道イヤー -2000 系機動車は、2000年11月に1両、2003年3月に1両、計2両が製造された百合高原鉄道町会36専用の機動車である。百合高原鉄道では、1985年10月1日に、国鉄や島線を第3セクターに転換、町会36線として開業した時点で、イヤー -1000 型を4両、 1988年以降は5両を保有、ラッシュ時は2両編成、または3両編成での運行を行っていたが、一部列車の混雑が激しいことから、この緩和を図る必要があったこと、冷房装置の装備によりサービス向上を図ることなどの目的で2000年11月に、イヤー -1000 型と連結運転が可能な、新型機動車、イヤー -2000 系1両が投入された。 2003年3月には、イベント対応のため車内外の仕様を変更した一両が、増備された。町会36000雲本庄駅、矢島駅で運転されるが、車体にラッピングを施して運行されることもある。町会山が描かれたイヤー -2002 の側面、新潟鉄工所製の地方交通専用、機動車 NDC タイプの機動車で、由利高原鉄道としては初めて18メートル級の、 車体となり、冷房装置、トイレも装備された。客用扉は片側に一箇所、運転室直後に一箇所、反対側の小窓一枚を挟んだ、車端にもう一箇所が設けられ、運転室には乗務員扉も設けられた。イヤー -2001 の扉間には、上段固定、下段上昇の窓6組が設置されたが、イヤー -2002 では一枚式の固定窓となった。 いずれも飛ぶクロブに窓はない。イヤー -2001 の外部塗装はイヤー -1000 型と同様とされたが、イヤー -2002 では薄緑色をベースとしたものに変更され、側面には町海山などの山々が側面に描かれた。車内保温と開閉用以下のため扉押しボタンによる半自動式となった。イヤー -2002 のトイレは新商社対応となっている。 イヤーマイナ -2001 の車内中央部には4人掛けボックスシート10組が設けられ、それ以外の部分はロングシートとなった。イヤーマイ2 0 0 2にはイベント対応のため全席ロングシートとなり着脱式のテーブルが取り付けられるようになっている。イヤーマイ2 0 0 2は日本宝くじ協会から寄贈された宝くじ号である。エンジンは 新潟鉄鋼所製 DM 回 13Hz を一気搭載、動力は多くん -22 から1606液体、変速機を介して台車に伝達される。前くらい、速台車は、同台車、NP126D-2、後くらい側は、受台車、NP126T-2 で、いずれも空気バネ式だが、同台車は空転防止のために軸駆動となった。制装置は、 1> で一英自動空気ブレーキが採用されるとともに、留置ブレーキ兼用の保安ブレーキと兵保安装置、元空気ダメ圧力監視装置などが設けられ、保安度の向上が図られた。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式、能力 36kW のものが搭載された。イヤーマイナス1000型と連結運転可能な仕様であり、 一両から三両の編成で、鳥海山六線宇合本城駅、矢島駅で運転されている。登場以来、各種のラッピングが施されている。釣り基地三平ラッピング、宇宙戦艦ヤマトラッピング、ユリ高原鉄道 X ユリ鉄ラッピング列車。ありがとうございます。